ロスドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に、属す、マチソン。人口は、約1万2千人、ダルムシュタットの南東約8キロメートルに位置する。ロスドルフは、北と、東は、グロースツンメルン、南東は、ラインハイム、南は、オーバーイコールラムシ、西は、軍独立市のダルムシュタットと境を接する。ロスドルフは、 グンデルンハウゼン地区とロスドルフ地区からなる。ロスドルフは1250年に初めて文献に記録されている。この頃、ハインリヒ修道院がカッツェンイエルンボーゲンハク・ディーターとエーバーハルト一斉にロスドルフ村とグンデルンハウゼン村を霊園として与えた。1479年にこの家は断絶し、ヘッセンホ白ハ,ハインリヒ三世がこれを相続した。1621年に バイエルン軍の兵士がロスドルフに駐屯し、村を略奪した。さらに魔女狩りが行われ、多くの住民が魔術師の罪にとがめられた。ロスドルフにとって大きな災難は、30年戦争の1634年から35年に起きた。皇帝軍とスウェーデン軍がこの地域で睨み合い、交互に地方全域を荒らし、搾取し、多くの人々を死亡させた。 1635年の夏にはペストが流行し、人口は50人にまで減少した。ネーデルラント継承戦争時の1672年には、ルイ14世の軍が駐屯した。1814年にはこの道を、ロシア兵がフランスに向けて進軍した。1852年に、ロスドルフはダルムシュタット軍に組み込まれた。1977年からは、 隣接するグンデルンハウゼンと合併して、ダルムシュタット D 軍に編入された。ロスドルフの議会は31議席からなる。青字に定鉄をかけた銀の月、その下に青い真の銀の花。空いたスペースに7つの星。この紋章は1952年に認可された。この紋章の原型は、ロスドルフとグンデルンハウゼンの村の法廷の印象である。 このデザインは、ダルムシュタット州立文書館に保管されている1625年の、いわゆるマンスフェルトの被害目録に記録されている。この目録には、30年戦争中のカッツェン・エルン・ボーゲン・の人的被害のリストが記録されている。1950年代に追加された月の顔については、多くのロスドルフ住民が異議を唱えている。ロスバッハは、馬の飼育で有名で、 近年は優秀な機種も排出している。ロスドルフで最も大きなクラブは SKG ロスドルフ1877である。ロスドルフは疑似科学の学問的調査研究機関の本部、所在地である。ロスドルフには連邦道 B26 号線沿いの3つのインターチェンジを利用して到達する。アウトバーン A5 号線並びに、 A67 号線のダルムシタットインターチェンジ、A3 号線のアシャフフェンブルクインターチェンジである。ロスドルフは連邦道 B38 号線の出発、終着点である。多くのバス路線がロスドルフを発着している。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。